はい、どうも、ちかでーす。はい、というわけで今回は、7月25日に登場した TS 第4弾12名能力チェックやっていきます。はい、というわけでね、7月25日のメンテ役に TS 第4弾がやってきました。で、今回に関してはね、60連目に自チーム各隊のガチャシステムとなってて、イベントに関してはバッティングトラベラーが来てます。で、バッティングトラベラーに関してもね、ランダムボックス廃止されてて、オーバーランした時は500コイン確定となりました。というわけでね、ここにあった特訓コーチとか特殊コーチとか、エナジーに関してはもらえなくなりました。というところで、いつイベントにランダムボックスが帰ってくるのかはね、楽しみに待ちたいなと思います。それでは TS 第4弾12名能力チェックやっていこうと思いますが、その前に今年はね、チャンネル登録者数5000人を目標に活動していますので、ぜひともの高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは能力チェックやっていきましょう。どうぞ。はい、というわけで、まずは阪神安藤選手です。安藤選手 TS 初登場となってます。で、プロスピに関しては2016年シリーズ2以来の登場です。で、能力に関しては9位から75、72、61の称号で9位制球同値が狙えます。で、投手適性が中継リメインでトッツ3で抑え可能です。で、球種はこんな感じで B 球種以上2つ持ちとなってます。で、特殊能力が超対ピンチ伸びない角となってます。というわけで、9位制球同値っていうところはね、リーグ的にでかくて、最近の阪神の投手はね、結構9位制球同値狙える投手が多いんで、純正最強決定戦ではね、9位型のコンボ、制球型のコンボ8人出ししてる方が多いと思うんで、まあ、ここね、同値狙えるのはでかいポイントとなってます。まあ、ただね、リアタイ的にはね、中継ぎ抑えいけるっていうとこはいいんですが、球種がちょっと微妙な上に変化量もちっちゃいんでね、まあ、超対ピンチ出ればね、ワンチャンぐらいのね、球種となってるんで、まあ、リアタイ的にはね、そんなに必須選手ではありません。続いて巨人西選手です。西選手、巨人版の TS 初登場となってます。で、弾道高弾道でミーとか75、78、73の称号でミパ同値やパワー A が狙えます。で、西選手、査定年度が変更されてて、まず弾道が中弾道から高弾道、そしてミートがマイナス2、パワーがプラス2、総力がマイナス4されています。というところでね、過去の西さんはデフォルトでね、ミート総力同値だったんですが、今回の西さんは称号でミパ同値が狙えるようになってます。で、守備適性がセカンドのみで B の75で、裏の3世が補給から88、62、59となってます。で、前回登場した時とね、セカンド適性は変わってないんですが、サード適性が消滅しています。あとは裏の3世に関しては補給がマイナス2、肩がマイナス5されています。で、セカンド適性ね、B75 と変わってはないんですが、守備がね、普通から積極に変わってます。で、特殊能力が超チャンスメーカー対左投手守備職人というわけで、特殊能力が全て変わってます。というわけでね、リアタイで使うのであればね、今回の西さんの方が強いかなと思います。続いて TS 初登場、広島の中崎選手です。で、プロスピ自体はね、2019年のシリーズ2以来の登場となってます。で、能力の方が9位から81、72、62の完全9位型のデフォルトで 9A となってます。で、投手適性が抑えメインで、凸なしで中継ぎ可能です。で、球種に関してはね、こんな感じで B 球種以上2つ持ちとなってます。で、特殊能力は超対ピンチ伸び対強打者となってます。というわけでね、この中崎選手査定年度2016年なんで、2017シリーズ1とね、同等の能力となってます。というところでね、残念ながらムービング持ちじゃないんでね、ムービング持ちの中崎さん持ってる方はね、スピ解放した方がいいと思います。続いて TS 初登場、中日中田選手です。9位から77、57、77のデフォルトで9位スタミナ同値で、称号で 9A やスタミナ A が狙えます。で、投手適性が先発メインで、トッツ4で中継ぎ可能です。で、球種はこんな感じとなってます。で、特殊能力は超タイピンチり上がり巨人キラーとなってます。というわけで、まあ、中田さん多分ね、プロスピ自体初登場なんでね、結構限界突破は厳しいと思います。続いて2年ぶりの登場、オリックス田口選手です。弾道中弾道でミーとか76、67、77の称号でミスを同値が狙えます。で、前回登場した時から能力変更はありません。で、守備適性がレフトメインで、トッツなしでセンターライト可能です。で、裏の3世が補給から92、82、90となってます。で、守備が積極です。というわけで最強の守備職人です。で、特殊能力が超チャンス守備職人走塁となってます。というわけで特に変更ありません。で、前回 TS で登場した時はね、4年ぶりの登場っていうところでね、結構話題になったんですが、今回に関してはね、2年ぶりの登場となってます。というわけでね、2年前取り逃した方やね、2年前やってなくてね、ずっと欲しかったんだと思ってた方はね、今回ここでね、獲得しておいた方がいいと思います。続いて TS 初登場、ソフトバンク中村選手です。弾道ラインドライブでミートが77、72、68の完全ミート型の称号でミート A が狙えます。で、守備適性がレフトメインで、トッツ3でファースト、トッツ4でレフトに置くことができます。で、裏の3世が補給から73、63、55となってます。で、特殊能力は超流し打ち、固め打ち選球眼となってます。というわけで、まあ、今シーズンのね、中村晃選手からするとね、まあ、弾道とかね、表の3世的には強いですが、今年の中村選手はね、特殊でファースト B70 いけるっていうところで、まあ、ファーストで使いたい方はね、今シーズンの方がいいかなと思います。まあ、ただしね、過去のライドラ時代でね、広角持ってる中村選手をね、ずっと使ってる方に関してはね、今回広角持ってないんで、過去の中村選手使った方がいいと思います。続いて西武小野寺選手です。小野寺選手、プロスピ初登場となってます。で、能力の方が9位以下74、72、63の称号で9位制球同値が狙えます。で、投手適性が抑えメインで突出しで中継ぎ可能です。で、球種はこんな感じです。で、特殊能力は超伸びきれ楽天キラーとなってます。というわけでね、小野寺選手、プロスピ初登場なんて限界突破は厳しいです。続いて2年ぶりの TS 登場、楽天島選手です。で、弾道低弾道でミートが78、59、69の称号でミート A が狙えます。で、守備適性がキャッチャーのみで C の63で、裏捨てが45、54、65となってます。で、特殊能力が超保守流し打ちチャンスとなってます。というわけでね、能力変更はありません。で、能力変更はないんですが、島選手ね、通常 S ランクから2年前の TS までね、ずっと保守の写真しか出てなかったんですが、今回ね、初めてバッターの写真となってます。というわけでね、バッター写真の島さん欲しい方はね、獲得しに行っていただければなと思います。続いて6年ぶりの TS 登場、ロッテ黒木選手です。9位から74、67、86の完全スタミナ型のデフォルトでスタミナ A となってます。で、投手適性が先発メインで突ゴレ中継ぎ可能です。で、球種はこんな感じです。で、特殊能力は超打たれ強さ、対ピンチり上がりとなってます。というわけで、前回登場したのがね、2017シリーズ1というわけで、特殊能力が2つしかない時代だったんでね、その頃は打たれ強さと対ピンチだったんですが、今回ね、新たに尻上がりが追加されました。というわけでね、尻上がりが追加された以外ね、6年ぶりの登場なんですが、能力変更はありません。続いて TS 初登場、日本ハム高梨選手です。で、日本ハム版の S ランクに関しては、2017年シリーズ2以来の登場です。で、能力の方が9位から77、66、71の完全9位型の称号で9位 A が狙えます。で、投手適性が先発メインで、突なしで中継ぎ可能です。で、球種はこんな感じです。で、特殊能力は超伸び、対ピンチ、対右打者となってます。というわけで、高梨選手に関してはね、今年ヤクルト版の通常 S ランクや A ランク出てるっていうところでね、限界突破はしやすい選手となってます。続いてヤクルト池山選手です。池山選手2021年に TS 対象となってから3年連続の登場となってます。で、弾道がアーチーストリミートから75、80、73の完全パワー型のデフォルトでパワー A となってます。で、守備適性がショートの帯で B の74。で、裏捨てが補給から72、70、75となってます。で、特殊能力は超アーチスト、チャンス、さよなら男と特に変更ありません。というわけで、能力は変更ありませんでした。で、池山さんに関してはね、過去2年間ね、TS3 弾で登場してたっていうところでね、TS3 弾、TS3 弾、TS4 弾とね、今回初めて TS4 弾での登場となってます。最後は横浜小池選手です。小池選手 TS 初登場となってます。で、弾道ラインドライブでミートが60、75、66の完全パワー型となってます。で、守備適性がレフトメインで、トッツさんでセンターライト可能です。で、裏捨てが補給から58、54、54となってます。で、特殊能力は超ラインドライブ、プルヒッター固め打ちとなってます。というわけで、ラインドライブでプルヒ持ちとなってます。で、ライドラプルヒっていうのはね、おそらくマルテ以来なのかなっていうとこあるんですが、まあ、個人的にはね、それ以上に引退試合がね、めちゃくちゃ印象に残ってるっていうところで、この初登場はね、個人的にも結構嬉しいですし、横浜ファン的にもね、結構嬉しい人多いんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回は7月25日に登場となった TS 第4弾12名の能力チェックやっていきました。いかがだったでしょうか。いやー、というわけでね、まあ、さすがにね、阪神3弾連続ね、野手が続いてたっていうところで4弾投手かなと思ってたんですが、今回ね、安藤さんが中継ぎで登場しました。というわけでね、おそらく福原さんの登場はね、なくなったんじゃないかなと思います。で、先日の動画でね、TS 第4弾案外12球団勢も必要な選手出るよって言ったんですが、まさか池山さんが登場してくるとは思ってませんでした。というわけでね、もしよければ皆さんが欲しい TS 第4弾の選手いましたらコメント欄で教えていただければなと思います。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今年は年内チャンネル登録者数5000人を目標に活動してますので、今回の動画参考になったなと思ってくれた方は、ぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また Twitter もやっていますので、概要欄からフォローよろしくお願いします。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。